こんばんは。次のアルバムはコルトレーン、マイルス、ロリンズと来たので、やっぱりビル・エヴァンスをお届けしたいと思います。私がビル・エヴァンス、大好きなんですけども、やっぱり、初期のものが素晴らしいなと思います。よく言われておりますスコット・ロハラトの4枚のアルバム、確かに素晴らしいですね。その中で私が一番取り出して聞くのは2枚目の LP エクスプロレーションですね。これはエクスプロレーションズ、スコット・ロハラトの2枚目のアルバムですけども、本当にこの LP 自体に1曲もダサくがないっていうか、ダサくはあまりないんですけど、もちろん、全ての曲がですね、第1曲目から引き込まれていく、そういうアルバムだと思います。特にスコット・ロハラトのコラボレーション、そして、ポール・モチアン、この三位一体となった、スタイルがこのアルバムで確立したんじゃないかなと思います。ぜひこのビル・エヴァンスといったらこのアルバム、ジャケットはちょっといまいちジャズっぽいとは言えないと思うんですけども、とにかくこのアルバム、どの曲を聴いても素晴らしいです。やっぱり一発目から聴いていただきたいと思います。それではビル・エヴァンスをお届けします。Thank you.
晴らしいですね。これが60年も前に演奏されたなんて信じられないです。まあ永久に色褪せることがないアルバムだと思います。